美しいプルプルの。見てー、やばくない？パンとかさ、いつぶり？やっぱ魚がうまい。おはようございます。おはようございます。ハッピースター。ハッピースター。ハッピースターだね。今日はイースターの日です。ということで1日の Vlog を撮っていきます。起きたばっかりなのでね、ちょっと起きたばっかりという感じですね。最近はコーヒーを朝に飲むのがね、あのルーティーンだから、コーヒーを豆から炊いて MTC オイルとかね、ホイップクリームを乗せて朝からいい気分で始めたいと思います。これから朝ごはんを食べるんだけど、何を食べようかは考え中。ケイシーはラーメン食べるとかなんとか言ってたけど今日はスクランブルエッグ、ベーコン、そしてキートドーナツを朝ごはんにしようと思います。普段あんまり食べないけど、ちょっと今日はね食べたいな気分。なんか日曜日だから。ベーコンうまいよ。ベーコンうまいね。私はねあんま好きじゃないんだけど、ベーコン。日本のベーコンと全然違う。ねえ、めっちゃね肉肉しいの。これコストコのでシュガーフリーだから砂糖とか入ってないので、まあローソリウムが、そうローソリウムだし、コストコはねいいんだよね、いろいろ。これを朝ごはんにします。ケシが水を入れないでラーメンをやる。電子レンジしたから燃えてる。臭い、ね、臭いよね。燃えた匂いするもん。怖かった。Yeah, I was like, where is it? I could smell it. Where is it coming from? マジで火事の寸前だったかな。That's really good. で、朝ごはんって感じやね。できた、朝ごはん。はい、ということで本日の朝ごはんです。やばくない？超美味しそう。2つの卵と2枚のベーコンとキットのドーナツです。これは本当にね糖質がもうほぼないの、 2g くらいかな。なのでこちらが今日の朝ごはんです。日曜日のサンデーブレックファースト。最近は朝にサプリをね取っているので、まずはちょっとサプリを取ります。で、朝ごはんの前は、あ、ちょっといろいろ落ちてきちゃった。BHB、ケトン体質のものだけど、これはケトーシスになりやすくしてくれるためのサプリなので、こちらをまずは取りますね。で、何が何だか分からなくなっちゃった。プロバイオティクスと BHB だけ今飲みます。で、あとはビタミンとフィッシュオイル、あ、フィッシュオイルも。コーヒーがやってまいりました。コーヒーの中に MTC オイルを入れまして、で、最近お気に入りのこのね、ココナッツホイップクリームも乗せます。これは脂質しかないとか思い込んでたんだけど、実はカロリーが大さじ2で10カロリーで、炭水化物が1、あとは何もない炭水化物1のホイップクリームで10カロリーだから、これは大さじ1くらい入れたから5カロリーくらいかな。朝ごはんいただきたいと思います。ケイシーは横でラーメンを食べております。おいしい。うん、卵とベーコンが最高。こちらキトドーナツです。炭水化物はほぼゼロ、カロリーも100キロカロリーくらいのドーナツ。んーまっ。上に乗ってるフロスティングがめっちゃ美味しいの、ピンクのところ。ほぼバターなんだけど、これは半熟の黄身です。朝ごはん最高。ラーメンとチキンが朝ごはんです。とってもヘビーですね。いかがですか？美味しいです。美味しいですか？ I really wanted to eat ramen. 本当、朝から食べたかったんだね。昼じゃなくて。夢に出てきたの。夢出てきたの。起きたらね、ラーメン食べたいと。あ、本当？美味しそうだね、確かに。イェーイ、ハッピーブレックファースト。I wanted to do, with that being said, plate number one.今日はイースターということでデビルエッグを作らなきゃいけないので、こちらにデビルエッグに混ぜる材料があります。卵、これを剥いて、黄身とこの子たちを混ぜて。 So simple, but very good. ね、しかもキトフレンドリーだもんね。キトにめっちゃいいアペタイザー。うん、美しいプルプルの卵ができましたので、こちらをハーフに切ります。 No, that's the wrong way. あ、こっちだよ。え、あ、間違えたね。あ、1個無駄にしちゃった。いいだろう。切る方向間違えちゃったから、ちょっと間違えました、こちら。でもこれ可愛くない？丸くて月さんだよ、お月様。え、可愛くない？この丸いの。 Yeah, I like it. Well, you can start a new trend by yourself.
Yeah. A quarter cup of mayonnaise. Quarter cup of mayonnaise. Apple cider vinegar. 1 teaspoon of mustard. Quarter teaspoon of tajin. You can put in more if you want after we do tajin. はい、完成しました。ビビレックです。かわいい。この卵がちょっと小さいから、小さいミニサイズのビビレック。普通のね、ゆで卵よりも何倍も美味しいのこれじゃあこのちょっと失敗してしまったこのでも全然可愛いんだけどね、こっちのでもちょっと味見しましょう。うん、美味しい。 I like it. So creamy. で、卵はね、完全栄養食だから結構サイズ見えるから、簡単に。ただの卵だし。はい、できたー。はーい、完成。デビルエッグでーす。今日はね、17度まで行くの、最高気温が。で、超暖かいから、ケイシーはもうタンクトップだし。じゃあね、月曜日はもうすごい寒かったね。だってウィンターストームウォーニングだったの最近で、すっごい雪がめっちゃ降って、すごい積もって、超寒かった、マイナスだし、急にこんななんか半袖でみんな外に出てるし暑い、普通に太陽も暑いし、日焼けしそうってぐらい。ちょっと小腹が空いたのでこちらを食べます。ジャーキーとチーズジャーキーです。インスタグラムで見つけたね、髪の毛のスタイルハックをね、さっき見てたの。待って、いや、うまくいかないな、なんかおかしいな。それでね、見て、え、うまくいかな全然うまくいってない。え、ダメじゃん。失敗でした。普通に髪を巻きます。はい、お昼の時間に、あれ、お昼の時間になったので、これからお昼ご飯を作っていきます。サーモンはもうあのエアフライヤーで焼かれてるんだけど、サラダ、あのレタスを使ってね、レタスとマヨネーズのサラダを作ります。こちらのコストコで買ったオリーブオイルのマヨネーズを使います。やばい、フォークすらないよ。お箸にしましょう。では、で、ガーリックソルトです。で、ミックスして完成。日本の居酒屋で焼き鳥とビール食べたい。このマヨネーズは日本のマヨネーズとは全然違う味がして、アメリカの典型的なマヨネーズに近い味らしいんだけど、私はアメリカのマヨネーズは食べたことがないかわかんないけど、でも味が違う。やっぱり日本のね、キューピーマヨがね、一番美味しい、絶対。完成いたしました。本日のお昼ご飯です。サーモンとレタス、そしてマヨネーズが和えてあって、でブルーベリーをちょっとだけ乗せました。ケイシー君はビールを飲んで、しゃっくりが止まらなくなっています。いただきます。レタスってうまいな。ほうれん草とかの方がもうちょっとなんか栄養があっていいのかもしれないけど、このシャキシャキ感がめっちゃうまい。やっぱ魚がうまい。今週は結構魚を買ったんだよね。先週はね、ポークとチキンで結構ヘビーで、もう豚肉食べたくないみたいな感じになってる。だから今週はね、お魚たくさん買ったの。やっぱね、魚食べれる方がお腹にもっと優しいって気がする。だからね、重くなくてすごくお腹がいい感じ。で、次の日の体重の減りも魚を食べた次の日の方がいいと思う。美味しい。ただもう超美味しい。上にはタジンっていうスパイスをかけてあります。主にはチェルトライムだよね。すごいさっぱりしててね、最近気に入りの調味料になりました、タジン。あとで調味料のおすすめちょっと紹介しますね。最近このね、タジンとかね、スパイスいっぱいつけて、調味料にも意識を向けないといけないということね。はい、紹介します、後で。今日は夜はファミリーディナーがあるから、夜は医師の実家に行くんだけど、まだ時間があるから、今日はね、ケト中にも食べれるパンを作りたいと思います。ケト中ってもうパンとかご飯とかはもう本当に糖質があるから普通は食べれないけど、自分で作れば糖質がほぼないパンとかも作れるということで、私はね、アボカドトーストとか卵サンドイッチとか食べたいなっていうふうに思うから、そのためにね、パンを作ってみようと思います。まずは卵を6個、これを卵白と黄身に分けます。そうしました。まずは卵白を、これでミックスしていきます、ミキサーで。このね、卵白をミックスしたので、これをこれと、まあ、全部材料をまずは混ぜていきます。アーモンドフラワー、こちらきっとダイエット中にはね、たくさん料理に使えるんだけど、このアーモンドフラワーね、1/2カップ、1/4カップのバター、溶けたバター、小さじ3のベーキングパウダー、本当は 6ドロップのリクエットスティーディアがいるらしいんだけど、それはないから、まあ粉のこの中んと少し入れます。なんとなくこんな感じ。あとはソルト、あとバター。
そしたらまずは3分の1さっきのこのね卵白3分の1くらいを入れます。で混ぜると、そしたら結構混ざったから3分の2の卵白も入れます。ただこれで生地ができたので、これをパンの中に入れて、オーブンで30分くらい焼いていきます。パンの生地がねできたので、これをオーブンに入れて焼いてみます。どうでしょうか、成功しますように。ということで、パンが焼けるまで今待っているところなんだけど、ちょっとダイエット中にも使える私の好きな調味料を紹介したいと思います。いっぱいあるいっぱい持ってきちゃったんだけど、とりあえず本当によく使うもの、まずはこちらラカント。これは甘いものが食べたい時とか、まあ普通に砂糖の代わりになるから、調理で砂糖を使う時にこれを使ったり、デザートとかね食べたい時にはいつもこれを使っています。そう、ゼロシュガーでゼロカロリーだから、もうただカロリーをなしに甘いものを足してくれるから、これはめちゃめちゃ使えるものです。で、レモンこれはまあレモンはやっぱカロリーないし、料理をさっぱりさせてくれるから、まあサラダにドレッシングとしてオリーブオイルとバルサミコとか一緒にこれも入れたりするし、とりあえず肉とかもね食べること多いから、さっぱりさせたい時にレモンはよくかけます。あとはソースってなんかさ、ちょっと太いそうっていうイメージがある人も多いんじゃないかなと思うんだけど、私はねソースって聞いたら太りそうっていうイメージがあって、全然使わなかったの昔はね。けどこれとかシラーチャめっちゃ大好きなんだけど、私結構辛いものが好きだから、これは本当にゼロカロリーチリのホットソースなので、これはもう本当に何でも合うから、本当豚肉の上に乗せるとか、ステーキにこうかけたり、サラダボウルの上になんかかけたりとか、まあ何でも使えるから、これ結構ねソースとしてよく使えます。これホットソース、これもホットソースで、これはよく朝のエッグタコとか、まあスクランブルエッグとかの上にかけるんだけど、これもやっぱちょっと辛いかな。なんか普通にいつものご飯おかずの上にお肉とかお魚の上にかけたり、まあ特に卵に合うような感じするから、私的にはよく朝に卵の上にちょっとピリッとしたいので、これを乗せたりします。これもねゼロカロリーなの、ただゼロカロリーゼロカロリーで味変ができるからね、お気に入りです。ここからはスパイスね、スパイスをいろいろ私のお気に入りで紹介しようと思うんだけど、スパイスはねカロリーがないから味をつけるのにすごく便利です。ね、これまずオールベイっていうんだけど、これは主にシーフードにかけるもので、だから魚とかカニとかエビとか、まあチキンとか普通に他の肉にも使えるけど、特にシーフードに合うシーズニングなので、これすごいね美味しい普通に味が美味しい、ゼロカロリーね。でこれはガーリックソルト、ガーリックソルトはまあ塩にちょっとガーリックの風味が入ってるみたいな感じだけど、これもよくサラダの上にかけてます。オリーブオイル、レモン汁とか、アップルサイダービネガー、バルサミコビネガー、ガーリックソルトとか、それかもうオリーブオイルとガーリックソルトだけとか、そんなでもいいし、最近はそうケト中だからレタスの上に MTC オイルとガーリックソルト、マヨネーズっていう感じで使ってるんだけど、これ本当に味が美味しいからね。あとアボカドトーストの上にこれをかけるのもめっちゃ美味しい。ワカモレを作る時にねこれがすごく合います。これはクラッシュドレッドチリフレークスなんだけど、普通に、乾燥したチリ粉々になったものです。これもね結構ピリ辛だから、ちょっと料理にちょっとピリッと辛さを与えたい時にこれをねかけます。と唐辛子とかなんかこういうチリとか辛いものってカプサイシンっていうのが成分入ってて、それは結構脂肪燃焼に良かったりとかね、まあダイエット効果のあるものになるので、これはね料理を辛くしたい時にパラパラっと上にかけます。それはコストコで買ったやつなんだけど、コストコで結構ねいろんなスパイス売ってて、前はねトリュフチーズかなんかトリュフのものがあって、それもすごく美味しかったんだけど、これはチリローステッドガーリック&パルメジャンということで、まあチーズチリとガーリックっていう感じの味ね。これめっちゃ美味しいのコストコに売ってて、これもゼロカロリーです。結構チーズの風味が強いような感じで、朝のスクランブルエッグとか何でも、チキンとか牛肉とか何でも合うから、本当にこれはよく使います。一番使うかもしれない好きだから普通に。でこれ最近ゲットしたものなんだけど、これはタジェンっていうスパイス でよくメキシコにあるものなのかな。でこれの材料がチリペッパー、塩、ストラスアセットで、ライムジュース、まあ、乾燥されたライムジュース、なんかすごいねさっぱりしてるの。ライムの絶
スとか入ってるらしいんだけど、そうめちゃめちゃライムの味がするのこれ。だからね、なんか重たいお肉とか普通にお魚とかがすごくさっぱり食べれるのこれをかけたら。だからね、最近これ買ってめっちゃ美味しいと思って、これすごく気に入ってます。最近の一番のお気に入りかも、タジン私がケト中に毎回買ってるスナックがあるんだけど、それもねこれの味なの、これタジン。めっちゃ美味しいの、本当に。本当病みつきでね、もう止まらないわけこれ。ケト中にいいとは言ってもやっぱカロリーも高いからね、食べ過ぎ注意なんだけど、本当に美味しいこれほぼ脂質とタンパク質だから、炭水化物は 1g もなくて、タンパク質 7g で、脂質が 6g なので、本当ケト中におすすめのおやつなんだけどね。これもタジンで同じスパイスなんですめっちゃ好きこれ。ということで、ダイエット中にも使える私のお気に入りの調味料紹介でした。はい、それではパンができたようなので見ていきましょう。めっちゃいい匂いだよね。おー、めっちゃパンだよ。おあ、できてそう。めっちゃいい匂いだよ、ね。ケト中にパンができちゃいました。パンだよ。食べていいの？はあ、ちょっと一旦置いて、もうちょっと冷ましてから切ってみ、食べてみたいと思います。うん、あ、卵焼きみたい、なんか。え、なんだこれ、めっちゃふわふわ。やば。え、パンじゃん。ガチでパンだよ。え、やばい。食べたい。食べてみたい。食べよう。え、見て、この完成したパン。パンの上に、ピーナッツバターとラズベリーを乗せました。ピーナッツバターエンジェリーみたいな感じです。見てー。やばくない？パンとかさ、いつぶり？いつぶりかもう覚えてもない。しかもキト中だからね。本当は炭水化物なんて食べちゃいけないから。これはでも炭水化物がないんです。この一切れで 1.2 くらいの糖質がね。いただきます。うまっ。てか超ふわふわなんだけど。うまっ。うん。なんかすっごい軽いこれ。めっちゃ空気って感じ。で、ふわふわで、え、最高なんだけど。だからパン自体久しぶりすぎてやばい。あ、わかる。ね、シフォンケーキっぽいわ。シフォンケーキと作り方も結構似てる気がする。エッグホワイトを先にあえてミキサーで混ぜて。これでアボカドトースト食べたい。It's good. よかった。作って。食べたらいいな。え、しかも超簡単だったよ、マジで。本当？全部混ぜて焼くだけやん。やん、フェスアーモンサワー。これだったらもうさ、ケトジェニック。パンとか食べれないけど、全然大丈夫。だって、パンみたいなの食べれんだもん。ご飯はね、白米っていうものは食べれないけど、私はそんなにそれがすごく美味しいっていうのはないかな。白米好きにはきついけど、超楽しいケト。空腹感も全然感じないし、めっちゃ最高なダイエットです。イェーイ。はい、それでは、これから実家に向かってファミリーディナーも楽しみたいと思います。ファミリーディナーの前に、ちょっとお買い物、足りないものを若干お買い物してから家族でディナーもねしようと思います。今日はイースターなのでね、イースターディナーです。楽しみ、週一の楽しみだよね。結構なんかあんま気にしないでね食べれるようにしてるので、週一のリフレッシュデーです。楽しんできます。散歩もするぜ ね、散歩もしようね。超暑い今日。デビルエッグを持ってきます。ジェイドー、たくさんあるよ。私たちの最近いつも食べてるデザート、毎日デザート食べてる、ケト中ダイエット中なのにね、ゼロカロリーのがいっぱいあるから。59セントなんです。安くない？ここでいつもね調達してます、ジェロを。ケトジェニック用のカート結構最強、大好きね。ジェロ美味しいよね、普通にコンビが最高。わかる、一緒にね食べるんだよね、レイヤーにして。はい、終わり。ただいまイースターのディナーのためのステーキを焼いております。今日はね、トライチップステーキ、マッシュポテトとパンとアップルパイとデビルエッグ、私たちが作ったデビルエッグがディナーなので楽しみです。すごく暑いんだけど、ほぼもう夏みたい急に。おーおー、ファイヤー、めちゃおいしそうじゃん。皆さんこんばんは。イースターのねディナーが、ファミリーディナーが終わってお家に帰ってきました。すごい今日なんかめっちゃ疲れちゃって、ディナーの後デザートを食べる前にお散歩に行ったんだけど、ゴルフコースがあって、そこで1時間ぐらいウォーキングして、で帰ってきてデザート食べて、で今日はねアップルパイをね食べちゃいました。まあデザートでアップルパイだったので、それは普通に食べて楽しんで
で今日はなんかまあイースターっていうのもあって結構ねあのいろんなご飯が出たので大好物なものばっかりで結構食べてしまったんだけどだってね糖質もね結構取っちゃったんだけどケトジェニックをしてる時に糖質たくさん取っちゃった時はまあ有酸素とかね次の日とかその食べた後とかにたくさんして食べてしまった分は有酸素をしたらまだマシになるようなのでそれで今日はまあ一応ね1時間は食べた後有酸素してまあほんの気持ちだけどなのでね明日の朝もトレーニングするからその時にたくさん動いてで仕事中とかもね私はずっと立って動いてるのでいつもよりもね動く気持ちで一日中活動的にね動いていきたいと思います。今日たくさん食べたのでめちゃめちゃ楽しみました。すごい美味しかったです。ということで今日の Vlog はここで以上にします。もうすごく疲れました今日で明日から月曜日でねまた1週間頑張ろうということでまた1週間頑張りたいと思います。皆さんも今日何日かわからないけど皆さんにとってね明日がいい日になりますように。学校とかね仕事とかいろいろあると思いますが一緒に頑張りましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。